皆さんこんにちは。今回紹介するのはウルトラ怪獣シリーズ102番超合体怪獣ファイブキングです。こちらはですね、ウルトラマン銀河 S やウルトラ重粒子に登場した平成怪獣の合体した怪獣で、今回初めてですね500サイズのソフビとして発売されました。ファイブキングはですね、放送当時にデラックスサイズのソフビが発売されていたんですが、まあなんかデザイン画を参考にしてたみたいで、あんまり本編の印象と似てないのと、あとは値段がちょっとね高かったんですよね。だからね、結構ね賛否分かれるソフビだったんですけれど、今回ですね、ウルトラ怪獣シリーズとして、ついにファイブキングが登場しました。ソフビの販売はニュージェネレーションクロニクルに合わせた販売なんですけれど、もうね、僕はファイブキングが実はニュージェネレーションの怪獣で一番好きで、やっぱりコンセプトですね、もし平成怪獣でタイラントを作ったらっていう妄想は、絶対ウルトラマンが好きな子供だったらしたことがあると思うんですよ。それをねこの今になってやってくれたっていうのがすごい嬉しくて、しかもですね、劇中の暴れっぷりと、あとはね、田口監督の演出ですよね、川北逆光で登場するファイブキングとかやってくれて、本当に一番好きな怪獣なんですけれど、まあ、このファイブキングがどんな怪獣かっていうと、平成3部作に登場した怪獣の、合体怪獣なんですが、こう頭とか胸の部分はファイヤーゴルザで、あとは頭のトサカとか羽ですかね、これがメルバ、それから右腕がレイキュバスで、足がスーパーコップ、それから左腕が眼球が合体したデザインとなっています。でこのファイブキングがアマゾンでこう画像を公開された時は、これで売るのっていう感じだったんですけれど、実際手に持ってみたら、まあ、確かに塗装省略は相当ひどいんですけれど、造形はむしろデラックスシリーズの時よりも良くなってるんですよ。デラックス版のファイブキングはね、本編の印象に比べるとちょっと細身なんですけれど、こっちのね500サイズのファイブキングはでっぷりとした、ソフビで、まあ、塗装の省略はやっぱりね、もうしょうがないって言えばしょうがないんですけれど、もう全身成型色の、なんだろうな、小豆色かなでできてるんですが、細かいところだと、あとは羽と腕が一体になってます。細かいところなんですけど、今回のファイブキングのソフビで個人的にすごい良かったのは、この眼球の部分ですね。よく見るとすごいね、目が血走ってるのが分かりますかね。放送当時のねファイブキングはね、キャプテンアメリカのシールドみたいになっちゃってるんですよね。最後に大きさなんですけれど、やっぱり怪獣のソフビっていうことで、ウルトラヒーローとかペガ君よりもちょっとちっちゃいですね。ということでですね、ウルトラ怪獣シリーズのファイブキングなんですけれど、まあ、買ってみた感想としては、塗装の省略は結構ひどいんだけど、でも思ったよりは悪くないソフビでしたね。もう一つファイブキングは立体物があって、それがこのエクスプラスの大怪獣シリーズですね、からも出てるんですよ。まあ、値段がねもう全然ベラボーに違うっていうのもあるんですけれど、現状手に入るファイブキングの中ではもうこれが本当にナンバーワンなんで、で基本的に大怪獣シリーズってあんまり平成の怪獣とかって出ないじゃないですか。それがもう放送直後にこうやって形でバーンって出てて、もうこれ買うしかないなと思って買ったんですけれど、まあ、本当にね自分のこう一軍で飾ってるフィギュアなんですよ。あとはですね、ファイブキングはソフビ魂っていうブランドから一度参考出品はされてるんですよね。で、そちらの方はね、今のところちょっと動きがね、あんまりないんで、なんとも言えないんですけれど、まあそれもね、いつか商品化してもらいたいなと思います。ということで、ファイブキングの簡単な紹介でした。